今回はバーガーキングで新春初売りセールですね、やってたので購入してきました。ベーコンチーズアッパーとジュニアとクワトロチーズアッパージュニアですね。こちらがセットで届きましたというところで、普段よりちょっとお買い得で食べれるというところで、今回こちらを食べていきたいと思います。とりあえず切っていきますかね、やっぱり。二つともちょっと切っていきますね。ジュニアなんでちょっと小ぶりな感じですね。まあそれでも普通のハンバーガー屋ぐらいはありますからね、こちら。いいんじゃないですかね。それは結構いい感じですよ。こっちのがクワトロチーズワッパージュニアで、こっちがベーコンチーズワッパージュニアっぽいですね。いいんじゃないですかね。やっぱりジュニアでも結構迫力ありますからね、やっぱり。いいんじゃないですかね。じゃあベーコンの方からいただきますかね。ベーコンワッパージュニアですね。いただきます。まあジュニアなんでちょっと、まあ、小さい感じはしますけど、まあ、そのハンバーガー屋だと考えればいいんじゃないですかね。野菜が結構入ってるのと、やっぱベーコンとチーズがまたいい相性ですからね。味としては美味しいですね。ちょっとボリューム感がもうちょっと欲しいところですけど、まあジュニアだからしょうがないですね。まあ2つで600円なんで、まあこんなもんかなってところですね。うん、やっぱ味としてはやっぱ最高ですね。やっぱりちゃんとしっかり味がついているところで、今度はこのチーズですね、クワトロチーズアッパージュニアですね。こちらもいただきたいと思います。やっぱりこの濃厚なチーズが決め手ですね。これやっぱこのチーズが織りなす味がですね、やっぱ他のハンバーガー屋にはないような味わいですよね。かなり深いですよ。やっぱこういうのいいですよね。チーズ好きに送るというところで美味しいと思いますね。まあ、ちょっとバーガーキングにしてやっぱりボリューム感が少ないんで、ちょっとあれですけど、まあ、味としてはやっぱりちゃんとしっかりしててですね、美味しいですね。まあ、最近の物価高を考えるとやっぱ頑張ってるんじゃないですかね。多数600円なんで、やっぱ外食産業としてはちょっと結構頑張ってると思いますね。美味しいですよ。やっぱどうしてもハンバーガー食べたい人向けですね、これ。またいいですね、600円で食べれるっていうのは。2つで600円ですからね。マクドナルドだと本当に1個で600円ぐらいしたりするんで、ちょうどいい値段じゃないですかね。ボリューム感としても2つ合わせてるんで、結構ありますからね。ビッグマックよりあるんじゃないですかね。そういう意味ではいいと思いますね。
この直火焼きのハンバーグがやっぱりいいんですよね。やっぱりなかなか独特な風味がついててですね、本当にハンバーグって感じですからね。本当に肉を味わえるってところでいい商品ですよ。またチーズが美味しいで、このチーズの感じがまたいいですからね。クワトロなんで4種類ぐらい入ってるみたいなんですけど、やっぱこの色の感じですよね。やっぱりかなり溶け込んでますよ。いいですね。やっぱこの濃厚なチーズがたまらないですよ。いい感じですよ。結構、ハンバーグとチーズが本当にお互いに主役ってところでいいハンバーグじゃないですかね。クワトロっていうのなかなか再現しづらいですからね。自分では作れないと思いますよ。なかなかノンセルも用意するのも結構大変ですからね。そういう意味ではすごいですね。やっぱりバーガーキングさすがですね。というところで今回はこのバーガーキングの新春初売りキャンペーン、ベーコンチーズワッパージュニアとクワトロチーズワッパージュニアですね、こちらを2つセットで頂きました。600円というところなんで、まあ、なかなかお買い得だったんじゃないですかね。というところで以上です。ご視聴ありがとうございました。